それで今日のお題はででん、こちら。大好きな彼と初詣、来年も再来年もまた一緒に初詣に行きたいなと思わせる言葉をお願いします。大好きな彼と初詣、大好きな彼と初詣、初詣かそうだね、よし、初詣か初詣、じゃあね、じゃあ行きますかね。ちょっと順番を先に決めちゃおうと思います。はい、はい、じゃあ行きます。最初はラブ、じゃんけんぽい、勝った。せーの、最初はラブ、じゃんけんぽい、勝った。はい、何番がいい？はい、じゃあ安全な2番じゃあネタを先に取っちゃえ、1番足りっすか、ね、足りっすね、うん、頑張ります。3番、それじゃあもう OK？ 心の準備は OK？ OK！ それじゃあもらいましょうかね、はい、小鳥ちゃんが言いそうなセリフ、3、2、1、どうぞ。あー、寒いですね。それにしてもやっぱり神田明神は混んでいますね。こんなに行列ができちゃってどうしましょうか。え、やめる？そんなやめるだなんて。逆に小鳥はいっぱい混んでた方が嬉しいんです。だってその間ずっとあなたと一緒にいられるから。いやー、言えたー。あー、恥ずかしい。なんか私も聞いてて恥ずかしくなっちゃった今の、よかったー。まだピンポンだったね。よかった、ありがとうな。どうしよう、今からドキドキしてきちゃった。それでは、模範解答を今回も君の先生が書いてくださったので、はい、読みたいと思います。こんな風にあなたと一緒に初詣に来れる、もう一回こんな風にあなたと一緒に初詣に来ることができて、なんだかもう今年は1年分の服が先に来ちゃったみたいです。慣れないお着物だけど、あなたに見てほしくって着てきちゃった。あの、ごめんなさい、少しだけ袖に捕まってもいいですか？着物って嬉しい。あのね、実は今朝お母さんに着せてもらうとき、なんだかすごく嬉しそうねって言われてドキッとしちゃったんです。見せたい人がいるの分かっちゃったのかな。でもお母さんには秘密なの。小鳥ママ何だって、やっぱりママの目を盗んでやっぱりむっつりなんだね言っちゃった、でもよかった、とりあえず1ポイントをゲット、よし、はい、ということで次はえみつんに、はい、はい、何その目、大丈夫ちょっとなんかね、すごい緊張してる、頑張る、隠しやね
照れ隠しやね、この下流の。はい、それでは模範解答を読んでいただきたいと思います。はい、OK、はい、はい、それではお願いします。神様、こうして彼と一緒に初詣に来れるなんて、お腹はすっごい幸せです。来年もどうかどうか彼と一緒に初詣に来られますように。今年一年ずっとほのかと仲良くしてもらえますように。え、あ、やだ、なんか聞こえちゃった？え、なし、今のは初詣のお願いだから聞かなかったことにして。そうだ、せっかくお参りもしたから、この後はホムラにおしるこ食べに行こう。あっつあつのおしるこ、ほのかがフグフグしてあげる。あんま変わんなくないですか？変わる。あんこ。あんこがなかったのが敗因か。そうだよ。さっきだってコメントでお饅頭がなかったのが敗因ですって書いてあったもん。はい。やっぱりね、ほのかはね、新年一発目から営業をかけるんだね。はい、ホムラに行くよってね。はい。ドキドキしてる？ドキドキしてるよ。はい、じゃあマキちゃんに行きますか。はい、行けますか？行きます。なんで一言なの？はい、それではマキちゃんにじゃないや、タイルちゃんにお願いしたいと思います。マキちゃんが言いそうなセリフ、3、2、1、どうぞ。あー、もう寒いし、人もこんなにいっぱいだし、嫌だ。荷物も重いし、持って。でも。たまには寒いけど、人と一緒にこうやって二人でお出かけするのも悪くないわね。今年の一年もずっと一緒にいれるといいなってお願いしちゃおうかしら。マキちゃん意外と可愛いじゃないか。アイルちゃん、このコーナーはやけどのコーナーなんだよ。そんな甘いこといいと思ってるのか。いやでも思ったの、荷物持たせちゃいけないかなって、うん、でもぽいかなって、うん、ぽいぽいぽい、なんかマキちゃん荷物持ってほしいっぽいじゃん。でしょ、きっとなんかいろいろ買い込んでね、うん、そう、はい、だからあのもうちょっと荷物持ってよみたいなツンからの、なるほどね。ね、お願いしちゃうかなみたいな。ね、何そんな初詣に大荷物持ってきたんでしょうね。マキちゃんだからでしょ。ね、マキちゃんね。はい。じゃあマキちゃんの模範解答をお願いしたいと思いますよ。行きまーす。はい。どうぞ。はぁ、すっごい混んでるわね。だから来たくなかったのよ、初詣なんて。だいたい、のぞみちゃんじゃないんだから、神頼みなんて別にする必要ないと思うんだけど。成功は自分の力で掴み取るもの。私は神頼みで得られた幸せなんて信じないもの。センターの座だって絶対にいつか努力と根性で。それに私たち今これで十分幸せじゃない？私はこうして隣にあなたがいてくれたら、もう神様にお願いしなきゃいけないようなことは何にもないな。あ、だから私の分もお願いしていいよ。初詣二つ分、マッキーが彼女で得したね。マッキー？いやでも近いよ、ほら混んでるよとかさ、来たくなかったよとかさ、うん、そう。でもマッキーこんなに喋ってるってことはきっと楽しみだったんだろうね。だいぶ楽しみだったね。しかも最後ね、私の分もいいわよって、うん、得したねっつって、得したねって、え、あなたに権限あるんですか。神様かマキちゃんかみたいなところですね。そんな感じで、神様かマキかみたいな感じでした。やったー。今のところほのかさんだけね、ポイントゲットできてないので、次のお題で頑張ってください。大丈夫。あんこがあるよ、ほのかには。